こんにちは、製品トレーナーの麦島です。今日はですね、こちらのですね、マグネットワークライトをご紹介していきます。はい、それではですね、この M18 のマグネットワークライトのですね、スペックなんですが、まずですね、もちろん電圧はですね、18V のタイプになります。で、最大のルーメン数がですね、1500ルーメンの照射の、光になりまして、照射パターンも、3モードから選べるような形で切り替えができるようになっています。で、防塵防水設計もですね、 IP54 まで取れていますので、多少の小雨程度であればご使用いただけるかなって感じですね。で、5アンペア、この5アンペアのバッテリーをつけた時に、本体重量はですね、約 2.2 キロと非常にコンパクト軽量でまとまってますので、この5アンペアの際は 2.2 キロでご使用いただけるようなサイズ感となっております。はい、で、こちら操作方法なんですけど、まず電源ボタン、上の部分にあるようなこのボタンを押していただくと電源スイッチ入るようになってます。で、モードボタンはですね、こちらのモードボタンを押していただくと、変換ができますので、ハイ、ミドル、ローという形で3段階の照射パターンが切り替えできるようになっております。本体のですね、機能として照射角度がですね、自由に変えられる設計になっています。こちら、まずですね、この面がですね、ご覧のように180度に稼働するような動きをいたします。180度ですね、これが180度、垂直方向に。で、水平方向にはですね、330度ですね、330度の回転ができるような動きが、はい、できますので、あらゆるパターンを想定してですね、照射角度をですね、変えていただくことができるような仕様になっているのが、こちらのマグネットエリアライトになります。はい、こちらのですね、 LED の面なんですけれど、トゥルービューを採用してまして、これミローキーの LED ライトほとんど全てそうなんですが、非常にですね、自然光に近い形の白色の LED を採用としています。なので、非常に作業しやすい、視認性の高い LED としてご認識いただけると思います。このマグネット非常に強力でして、どれぐらい強力かというと、ご覧ください、来ました。で、これ結構鉄骨重たいです。重たいんですけど、このマグネットの力だけでひっついちゃう、それぐらい強力なマグネットできてます。ただただ強いだけじゃなくて、こちらのですね、ハンドルがついているので、外したいときはですね、このワンハンドグリップレバーをですね、しっかりと持っていただいて、横にずらしていただければ簡単に取り外すことができますので、ただ強いだけじゃなくて、このグリップを使っていただければ簡単に取り外すのもできるような仕様となっております。はい、こちらですね、ベース部分のところにですね、収納式のですね、スプリングクランプがですね、ついてますので、こちらを出していただければ、最大で51ミリまで広げていただくことができるので、ご覧のような足場パイプであっても、こちらで挟んでいただいてご使用いただくことができます。はい、こちらですね、強力なマグネットは使ってはいるんですが、鉄のですね、厚みがですね、薄いとですね、ある程度保持はするんですけど、保持はします、なんですが、ちょっとね、重さがかかってしまうと、このように簡単に外れてしまうことが起きますので、どうしても鉄で貼り付ける場合は3ミリ以上の鉄のところに取り付けるようにしてください。であれば、しっかりと固定ができるようになります。あとですね、このワンハンドグリップのところにですね、よく見るとですね、真ん中にちょうど溝が あるところがあるんですね。これ通常であれば斜めの状態で、ね、不安定な場所にっていう形になるんですけど、これ真ん中に合わせていただくと、しっかりとガイドとなってですね、ずれ落ちにくいような仕様になってますので、こういった点もですね、非常にですね、考えられて作られています。はい、それでですね、こちらの製品の連続点灯時間についてご案内させていただきます。あくまでも目安になるんですが、バッテリーの容量によってね、照射する時間も変わってきます。最大でですね、12アンペアのモデルを使っバッテリーを使っていただければ、
ハイの状態、1500ルーメンの状態で約連続点灯が10時間していただけます。でローのですね、300ルーメンであっても約48時間も連続点灯するようになっています。ただですね、これ本体の後ろ側についているマグネットもしくはクランプをメインでお使いになるお客様に関しては3、8、12に関してはちょっと気をつけなきゃいけない。というのもバッテリーを入れていただいたときに少しね出っ張りがありますのでマグネットが完全にぴったりとつきづらいですとかクランプがですね出しづらかったりするのでクランプもしくはマグネットをメインで使われるお客様でしたら確実に2アンペアかもしくは5アンペアがぴったりと収まるサイズなのでそちらだけ選ぶといただくときにご注意いただければと思います。ただマグネットもクランプも両方ともあまり使用がなくてということであれば12でも8アンペアでも、それ以外のですね安定の置き方通常のスタンドとしてね置いて使っていただく分には置きで使っていただくには全く支障がございませんので、そういった、3、8、12に関してはそういったバッテリーの選び方をしていただければいいかなと思いますのでよろしくお願いします。はい、よくですね、こちらの LED、エリアライトとマグネットワークライトのですね、見た目をちょっと似ているんですけれども、お客さんの中でやっぱり迷われる方がいいんですよね。まあ、どっちのバッテリーも持っていて、どっちのサイズにしようかっていう形で、検討される方も結構多くいらっしゃるんですが、まあ、一番、大きな違いとしてはですね、電池の容量の差もあったりするので、M18 の方がですね、より光量が強くて長い時間使っていただける8アンペア、12アンペアもご用意ありますので、そういった面で選ぶと M18 の方なんですが、まあ、M12 に関しては非常にコンパクトな作りになっているので、重量ですとかそういったサイズを気にされる方でしたら M12。 それ以外に大きな違いとしては照射の仕方によるですね、違いもあります。 M12 に関しては置く形状によって照射角度をですね変えていたとご案内させていただいたと思うんですが M18 に関しては置く方向性は一方方向性でありながら面がですね稼働しますので非常に楽にポジショニングを選んでいただける照射のですねそういった大きな違いがあります。結構さまざまな方向にですね明るさの角度の調整が置き方によってではなくてこの面の向け方によって調整できるのが非常に大きなメリットとなっているのが M18 の方ですね、ライトの特徴になります。はい、こちらですね M18 のマグネットワークライトいかがでしたでしょうか。いろいろですね、なかなか気づけない部分での使用方法のご提案だったりとか明るさの感覚ですとかね、今お見せしたですね内容で、なんとなく、参考になったんじゃないかなとは思っております。もしですまた他の製品この製品でもですねわからないことや不明な点ありましたらぜひコメントをいただければですね、どんどん動画の方でご紹介させていただくようにいたします。それではまた次の製品で会いましょう。